はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。飛行艇、リュシニクルリュンフィニティです。さあ本日なんですが、飛行艇がね、追加されて新しいパックでものすごく強化が来ましたのでね、この飛行艇というモンスターたちをね、活躍させていきたいと、思っております。先に言っておきます、飛行艇デッキっていうのはシンクロ環境で輝くんですよ。はい、シンクロ環境で輝くデッキ、まあ、対シンクロモンスターに対してね、例えばワイゼルインフィニティだったらシンクロモンスター吸収してね、パクったりできますし、新しいパックで登場してるこのマシニクルとかもそうな感じの効果を持ってるんですけども、今冷静にデュエルリンクスの環境を考えていただくと分かるんですが、シンクロデッキってそんなにいっぱいいませんよね。ガイア融合、サメエクシーズ、なんだ、環境トップ、まあ、ハーピーは一応、まあ、シンクロっちゃシンクロではあると思うんですけども、まあ、サイバードラゴンは融合ですし、エクシーズですし、幻想も融合ですよね。磁石とかはエクシーズですし、シンクロ環境ではない。つまり飛行艇だけ出してるようでは勝てない。飛行艇なんていうね、クソザコナメクジを出してるようでは勝てないということはですよ、どういう風に戦っていけばいいかっていうと、やっぱね、他に勝ち筋を用意する必要があるんですよ。飛行艇モンスターだけでビートダウンしていくようなデッキでは絶対に勝てません。絶対に勝てないということで、本日はね、最強の気候モンスターと言われています、デスペラードリボルバードラゴンさんと、あとブラックボンバーさん、この、2人のね力を借りまして、デスペラードリボルバードラゴンであれば、これ闇属性機械族なんで、ワイゼルが、あとちなみに新しく追加されたこのアブソープションも闇属性機械族なんで、こいつらが破壊されたりすると手札から出せる、デスペラードリボルバードラゴンさんと、あとですね、これワイゼルアインさんがこれ闇属性機械族レベル4なんですよ。なんでブラックボンバーで釣り上げることができると。でこいつ中7なんで、まさかの、アポリアさんシンクロするっていう大事件。アポリアさんシンクロするっていう大事件が起きてるんですが、お前シンクロモンスターに世界潰されたんちゃうんかみたいな話なんですけれども、こうギミックを入れました。でね、新しく追加されたカードの説明を基本的にはしていくんですが、この気候喪失ですね、これがまあ今のレイドデュエルとかでもアポリア使ってくるんで知ってる方も多いかなと思うんですが、気候喪失とあとオブリガードとアブソープションが追加されまして、これ気候喪失がねめっちゃ強いんですよね。これ気候モンスター版の炎舞天気みたいなカードで、発動時の効果処理として、気候モンスター何でも持ってくれるよっていうことで、これで、まあ、ワイゼルとか、アブソープションとか、オブリガードを持ってこれる。で、オブリガードがね、かなり強くて、これ自分をね、ぶち壊して、自分を破壊すると、デッキからオブリガード以外の気候兵を2体特殊ができるっていう効果があるんですよ。これで、ワイゼルアインとか、まあ、グランエルアインを出してきて、レベル4 2体でオーバーレイして、ギガギガントクロスを、まあ、出していくっていうのが基本的な動きで、こいつはレベル4以下の機械族をサーチできるんで、これワイゼルとか、まあブラックボンバーとか、ワイゼルアブソープションとかをサーチできるんで、まあ、これでまあ足りない方のカードを持ってくるっていう。でしかもね、このね、気候喪失が結構強くてね、この2番目の効果、手札を1枚捨てると自分のフィールド上のモンスターを破壊できるよっていう、まあ、これを起動させれば一応ワイゼルの効果で特殊召喚したりとか、デスペラードの効果で特殊召喚したりとかもできますし、あとシンプルに盤面が埋まっちゃって邪魔っていう時あるんですよね。そのブラックボンバー出したいけどお前ら邪魔だよみたいな時あるんですけど、それをどかしてくれるみたいな話があります。で気候喪失でコストがね、ワイゼルアインにしとけば、ブラックボンバーの蘇生先にもなりますんで、まあ、相性はいいという感じで、しかもおまけの効果で丸3番、自分のフィールド上の気候モンスターが戦闘効果で破壊されると、このカード以外のフィールドの表側表示の魔法トラップカードを破壊できるっていう。だからハーピーの狩り場とか割れます、これ先行で気候喪失発動して、オブリガード持ってきてオブリガードぶっ破すれば、気候喪失の効果も発動してハーピーの狩り場割れるんで、まあ、バック一応処理はできる、バックっていうかバックに干渉するハーピーの狩り場とかを処理できるんですが、まあ、バック入ってないんであんまり意味ないみたいな、このデッキはそんな感じのデッキになってますね。で、まあ、強い動きはまあ、対戦動画中にやると思うんで、まあ、見ていただければなと思うんですけども、召喚権を使わずにね、ブラックモンバー出すことまでできるんですよ。これ今回ね、スキルをですね、合体フォルテシモっていうこのスキルにしていまして、でこれがどういうスキルかと言いますと、この機動要塞フォルテシモっていうね、もうアポリアといえばこのフィールド魔法みたいなフィールド魔法があるんですよ。これ原作でね、このフィールド魔法とアポリアさん合体しまして、なんか俺が今からこのゲームはなんか俺が支配するみたいな、
あの この上にね、この辺にね、これがね、アポリアさんなんですよ、これ、今、この俺の矢印があるところ、これがアポリアさんなんですけども、これと合体するんですが、このカードが結構強くて、一旦に一度、気候兵を特殊化できるんで、これで、召喚剣を使わずに、その、オブリガードが出せますから、オブリガードで、2体、また気候兵を特殊して、ギアギガントクロス、でギアギガントクロスから、サーチしてくる、モンスターを。で、ブラックボンバーをサーチしてくれば、あの召喚剣を使わずにね、こいつがサーチできてますんで、まあ、ブラックボンバー召喚してレベル7のシンクロモンスターが出せますよと。で、注意しないといけないのは、機械族しか出せないっていう縛りがついちゃうんですよ。このオブリガードの効果で飛行兵を2体特殊召喚すると機械族しか出せないっていう縛りがついちゃうんで、まあ、デストロサムライですね、基本的には。あと、まあ、その返しのターンであのブラックボンバーが召喚できれば普通の汎用シンクロもいけますみたいな感じ。はい、他に今入れる候補としては、例えばこの忍び足とかね、こういうの入れてもいいと思うんですけど、ちょっとあの枠があまりにも足りなくて、ちょっとあのエクストラデッキが足りないという問題がありますんで、ちょっとあの今回はちょっとアウトしましたけども、はい、結構ね、これはサイバー流に強かったりとか、あとブラッククローズはね、あのモントモヨでぶっぱしたり、あとモンスター効果を無効にできるメテオバーストドラゴンさんも結構強いんで、まあ、この辺のモンスターを採用候補として入れてますっていう感じでございましょうか。とりあえずですね、今回は機動要塞フォルテッシモと私は合体していきたいと思います。これがアポリア的なデュエル。スタンバイ少年よ、今から貴様に絶望を見せてやる。さあお相手の方、カリバ、はいはいはい、オーケー。カリバはね、このハンドだとたたき割る方法をお見せしましょう。皆さんに狩場を叩き割るという方法を皆さんにね、今からねお見せしたいと思いますので、やってみましょう。で、アブソープション戻しか、ガタイフォルテッシモ、手札の気候艇モンスターをデッキに戻して、俺はフィールド魔法と合体する。ブルーン、そして機動要塞フォルテッシモの効果発動を一旦にしよう。手札から気候兵モンスター一体を特殊召喚できる。そして気候兵将オブリガードのモンスター効果発動。このカードは自分からぶっぱすることによって、敵からなんかいろんな強そうなモンスターを出せるぜ。気候兵モンスターを特殊召喚。まだちなみに僕召喚剣使ってませんからね。そして気候喪失の効果を発動。気候モンスターが効果で破壊された場合、フィールド上の表側表示の魔法トラップカードを破壊できる。そしてオブリガードでうんこを投げつけることと効果と、ワイゼルインフィニティが手札から特殊召喚できる効果を特殊発動していく。ふん、そして2体のモンスターでオーバーレイエクシーズ召喚。いけギアギガントクロス、そしてギアギガントクロスのモンスター効果発動。ギアギガントクロスのモンスター効果によりワイゼルアインを、素材として切ることによって、手札にワイゼルインフィニティシンクロアブソープションを加えておくぜ。アブソープションはなんだ、ワイゼルのをリリースして、ワイゼルというか、まあ、気候変モンスターをリリースして特殊召喚できるモンスターですね。はい、チャネラ、はい、挨拶のようにチャネラが出てくる。でチャネラ効果で、魔法カードはね、一応ね止められるんでね、あのバウンスは できないんですよ相手、まあ、バウンスはできないと思うんですよね。2枚とか発動しないと魔法カードにチェーンして無効にするんで、だからここで例えば羽休めとか万華鏡とか持ってきても、それを無効にすることによって、シンクロモンスターであるあのスクラッチクラッシュのバウンス効果を実質無効化するというね能力を持っています。まあ2500だから負けるけどバグってんだろ、まあ、バグってんだろ。あとねフィールドが足りないんだよね、これさ召喚剣使ってないからさ、今あのブラックボンバー特殊で召喚して特殊ができるんだけど、まあそれはいいわ。もうマジで意味ない、これ盤面が3個はマジゴミ。やっぱねリンクスってゴミだわ。あー、それもあんのか、それあんのかい、それあんのかい。いやでも止めなかったらバウンスされるから、これ結局止めざるを得ないんだよね。止めなかったら止めなかったらバウンスされるから、ここ。一応、優先権がこっち映るんで、相手の魔法カードの発動に対して、こっちが、一応優先権がこれで無効になるから、これでこの効果にチェーンして無効にするのはできないんですよ。スクラッチクラッシュは直接ね、カードの効果にチェーンしない。でもこれがあると。でもこれがあると。これはもう甘んじて受け入れざるを得ないんじゃないか。これね、アブソープションね、特殊召喚したところでね、あの攻撃無効にはできるんだけど、次のターンのブラックボンバーが出せないんだよね。邪魔だから。あ、そうだね、ブラックモンカーも邪魔だから出せないから、もうそれはもうバウンスされるしかないんだよね。もうそしたら一応手札には抱えてられるので、一応次のターンなんかできるかもしれない、もしかしたら。
これだって出したらさ、いや無効にはなんだけどさ、ただ結局さ、その邪魔なんだよね、モンスターが。ブラックボンバー意味なくなっちゃうから、これでもうリアギガントクロス破壊されて、でなんかブラックボンバーで頑張ろう、まあブラックローズするよみたいな構えして、でバウンスさせよう、もうしょうがないから。でどっちか残るから、多分どっちかモンスター残るから、そこで気候喪失を使って気候でワイゼルインフィニティを出して、ワイゼルで吸収するっていう作戦。わかる？伏せ何枚あるかによるけど、事故ってのモンスターしか引くな。てかそんなにいっぱいさ、はい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 、あ、いいよ、セットはいい、セットはいい、セットはいい、いやそんなしてんの、いやマジ無理なんだけど、もうそんなの、もう局所的ありけないとこんなの勝てねえよ、局所ねえとこれ勝てねえよ、こんなの無理だろ、バカなのかなコナミって、勝てねえよこんなの、先行するやつやの一緒だろこれ、ふざけんなよマジで。いや狡猾とかいうカードを入れたいんですけど、サイクロン環境なのと狩り場環境すぎて無理なんですよねマジで。聖杯マンのかい、終わったか、それはさすがに終わったわ、さすがに終わった、さすがに終わり、それは終わり、終わり、おもんなこのゲーム、このゲームおもんな、でこれバウンスだろ、このゲームガチおもんねえわマジで何がハーピーだよ、サンクセとかも勝てるわけねえだろ、いやこれマジで局所なかったら勝てないよこんなの。まあでも行くしかないよね、気候喪失、まあ、でこれでまあ何をするか知らないけど、まあ、とりあえずワイゼルインフィニティシンクロアブソーションを、はい、これで破壊する、自分のモンスターを破壊してこうバウンスするのかな、これでバウンスされて終わりかな、バウンスされておしまいといったところ、バウンスされておしまいで、何もできないサレンダーまで見ました、はい、お疲れ様です。このゲームはやっぱゴミゲーでした、このゲームはゴミゲー、なんか考えてんな、バウンスする一択じゃないの、こんなのバウンスしないよ、バウンスしたら破壊されなくて、あ、え？え？なんか出したんだけど、バウンスしないの？マジ？え？なんか神ゲーの可能性があるゴミゲーかと思ったら神ゲーの可能性出てきた、神ゲーの可能性さえ出てきた、あ、最後向こう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 、その伏せカードにあと1枚、あと1枚の伏せカードが何なのかによるんだよね、あ、いいよ、その向こうにする、でこれはチェーンできない、この優先権がこっちに売ってることによってその効果にチェーンはできない、あ、なんか飲むね、溶けれそう、神ゲーだ、神ゲーやった、相手のプレイングがなんかザルだったから俺はアポリアさん、相手に感謝してくださいね。さあお相手の方、パンドラ、パンドラね、はいはい、パンドラね、パンドラ、わかんなパンドラねっては言ったもの、パンドラって何、パンドラって何、全然わかんないけど、いいや、とりあえず魔法無効にしといたらとりあえずいいので、まあ最初はね、やっぱねこの先行でワイゼルインフィニティを立てるようなことができるようになったんで、なんか割とね強いかなと思ってますね、はい、でワイゼルインフィニティ、ワイゼルインフィニティでギガントクロスを出していく、ギガントクロスは素材をね使うと機械族モンスターレベル4以下のやつをサーチできるんで、ギアギガントクロスのモンスター効果によって、アブソプションアブソプションを持ってきて、でターン終了、今の盤面はで50のうんこ投げつける効果、このオブリガードのうんこ投げつける効果マジでいる、この効果いる、これこれいります、これ100ダメージ食られたらもう書かない方がさテキスト短くなってよかったんじゃないの、魔導陣無理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 、全然無理、全然無理、全然無理、はい、バゴン使用できないから、これはもう発動できないね、もう陣は2枚目も発動できない、陣2枚目は発動できない、大丈夫、ブラックマジシャンね、マジできつくて、なんできついかっていうと攻撃力が同じなんですよ、カーテン来た、あの、ね、攻撃力が同じとかいうバグ起きてるんで、あのさ、ちょコナミに言いたいのはさ、そのスターダストとかブラックマジシャンの攻撃力2500なんだからさ、ワイゼル君させめて2550くらいにしない、絶対おかしいでしょ、なんかさ単純にだと相打ちになっちゃうのおかしくない、シンクロモンスターに強いのは分かるけどさ、
マスターマジシャンはなんかあれだな、あの、強いカードを持ってこれるカードな。何を持ってきたのか分かんねえ。まあ多分まあブラックマジックかナイフだったら打ってそうな気がするんで、まあマジックか、まあブラックマジックエクスパンドかどっちかですね。マジックエクスパンドは私はなんか打点1000上がるみたいな効果あるんでちょっと怖いが、バトルフェーズはいいいでしょう。そっち OK、 それはまあ受けるか。はい、でだな、これでね何をね、まあ、あのシンクロ召喚するか問題はあるんだよね。これブラックボンバーさんが結構強いんで、これブラックボンバーさんで何をシンクロ召喚するか問題はあるんですが、ブラックローズしたいのは山々なんですけども、ブラックローズドラゴンした後にあの手札からワイゼルがもう一体出てくるみたいなね展開がマジ神なんだけど、ちょっとそれが反動が無理なんで、飛行喪失とか飛行よ、こういう時に、こういう時に飛行喪失引けないんだよな、マジで。なんかさ、ハンドが噛み合わないのよ。これ何がすごいのこれ。これ何出そう。何を出すか問題結構発生するんだよ。ブラックマジックで、ブラックマジックでねえや。ブラックローズでぶっ飛ばしたところであんま意味ないし、サイフレームでぶっ飛ばしても、サイフレームでぶっ飛ばして殴る説？サイフレームでぶっ飛ばして殴る説もまああるっちゃあるけど、結局解決になってないんだよな。サイフレームもなんか2500打点なんですよね。打点同じなんだよな。分かんねえ。打点上回ってた方がいいか。さすがに。ウストレイ侍かな。分かんねえ。手札がちなみにワイゼルインフィニティだったらブラックローズします。ワイゼルインフィニティだったら、ね、じゃないので、こうするしかないです。で、デストロイ侍くんは殴れないので、マジ弱えな、この攻撃制約とかいう効果、これマジ弱えな、マジで弱い。これなんでワイゼル、ワイゼルしかな、何殴れないのこれ、マジ弱いな、お前本当に本気で弱いな。デスペラードも出せねえしよ、これで破壊されたらね、一応ね闇属性機械なんで、ワイゼル君はデスペラード出せるんですけど、デスペラードは特に手札に来てないし、お前マジ弱えな。まあ、ちなみに今のはワイゼルアブソープションを相手ターンに出しておくと、一応あの攻撃ができます、全員で一応ね、はい、あの世界なのか知らないけど、エクスパンドか、はいはいはい、エクスパンドは打点線上がるのは別にいいんじゃない。あの一応ですね、このアブソープションさんがあの攻撃無効にできるんで、あのこの右側のワイゼルアインを とリリースして、アブソープション出して、で攻撃無効みたいなこと言えるんで、まあ別にあの全然マジックエクスパンドは大丈夫かなみたいな話あります。でまあワイゼル殴られるのはいいか、ワイゼル殴られるのもしょうがないし、セット、はい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 、オッケー、はい、覚悟はよろしいかな。で殴ってくる、でそれは普通に無理だからリリースして無効にしていく、で攻撃を無効にしていく、このカードは特殊召喚、無効にしていく、はい、相手モンスター一体の攻撃を、そろそろ一応これで勝てるっちゃ勝てるんですよな、攻撃通れば。あの伏せカードなんだか知らないけど、いや事故ってんじゃないの、どうせブラックマジシャン多分なんだ、事故ってんじゃないの、これこれじゃない、これバグナればいいんじゃない、はいはい、オッケー、はい、なんかあるね、これもしかしてハモッドバリアとか言わないの、はぁ、ふざけんなよマジで、どうなってんだよこのゲーム、ハモンしかおらん、ハモンドバリアしかおらん、マジでもう局所返して、本当に局所返して、なんなんマジで、ハモンドバリア伏せてくるやつしかおらん、事故っとんのかお前は、なんもねえやんけ反応、なんかワンチャンあるなこれ、あれワンチャンだこれ、ワンチャンだ、あワンチャンあるぞ、なんだこれ、これハモンドバリア効かねえあれだな、あの2800落ちたんす、入れといた方がいいわ、あの忍び足で、これクリボール投げれません、はい、対戦でした、ハモンドバリアで遅延した結果何もできずに散っていくパンドラ、マジオッツ。さあお相手の方はサイバー流
サイバーハンド弱えな相変わらず。私は永続なんでさ、デッキから出したいモンスターばっかり手札に来るかね。ガチで。まあこれはですね、まあ、オーブリガード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 のビデオ、ビデオ、飛行兵クラウエル、オーブリガード効果発動、でさらにリアキャンド強引にちょっとあのインフィニティだとしょ、もう無理なんで、召喚機も使わずにあのデストロイとか言ってる場合じゃないんで、あのねサイバーリーは結構ねデストロイサムライが意外と強くて、あの出す対面としてね。意外とそれ出しときゃいいんだけど、もうちょっと無理なんでないんで、もうちょっと叩き合ってもう出そう出しますよ。で、気候喪失の効果によってこのなんかクソアドソンムーブしますね。で、クソアドソンムーブ、ギアキャットの叩き割りでワイゼルインフィニティを出していくスタイル。一応これができるんで、先行ね魔法無効したい場合はこれを出していく。はい。融合は止めましょう。一旦ノバはまあノバはいいんじゃない。デスペラードが一応出せるんで、まあ聖杯。あ無理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 。無理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 、何何何、聖杯魔法カード通したけど、魔法カード融合は絶対通したみたいな。これはね、将来打つしかない、打つしかない、打つしかない。システムダウン、うえー、融合の使い手。いや、ちょっと待って、ちょ冷静に考えた結果これサイバーリーのついでにメタられてない。これ気づいたわ、これサイバーリーめっちゃ多いだぞ今ランク戦。これサイバーリーのついでにこれ気候メタられてません。やめろやめろ、やめてくれ、やめろ、そんなことをしてはいけない。少年よ、これが絶望だ。やかましや。